そこはないんだ。あ、増えとる。また面白い組み合わせだな。また面白い組み合わせだな。あー、ルクとロビン。あ、アベルラとキャナリーってまた面白い組み合わせだな。ロビンとキャナリーは結構そのね、あれだけど、アベルラなんかはもうもっとやばいだろうな。キャナリーとかもうビビり散らかしとるだろうな。おもろ。でもその前に、あれだな、ルクとロビン行こうか。この二人もちょっと面白いんだよな。割とその合理的な部分ではお互い利害が一致しとるんだけど、けど、ロビンの方は結構感情的な部分が強いから、だからそれこそね、感情だけのアベルラと合理性だけのルクと、その間くらいのバランスでロビンがおって、これが気の強い三人組やねんか。ね。で、マコーとキャナリーと、が結構気の弱い側の、ね、二人で、ちゃんと気持ちはあるんだけど気が弱い、前に行けないっていう、この引っ込み思案のところが二人ともあるっていう感じで。で、そこら辺をうまーく、のらりくらりとかわしとるのがパボーネみたいな、立ち位置だよね。おー、おもろい。アルエットなんかは多分その、どうだろうな、好奇心旺盛というか、またパボーネと違う、その、好奇心旺盛なパボーネというか、合理的なところもあるし、それに対する疑問もあれば、感情的な部分もあるけど、そこに対する合理的な部分とか、何よりも結構元気な子だから、そこら辺が、他のキャラクターにはないよね。だから面白い感じだよな。その、パワーバランスというか、性格のそのバランス的にはめちゃくちゃいいよな。だからその個性が輝くんだろうな。この二人だって結構似たり寄ったりではあるんだけど、全然違うからね。じゃあ、そんなダラダラ話しちょっとあれだから行こうか。時計塔の鐘楼には白くぼやけた光の領域と青く沈む影の領域がくっきりとした境界を作ってせめぎ合っていた。ロビンはその目に痛いコントラストの合間に佇んでいた。赤毛の火に照らされたところだけが炎のようにさんさんと輝いている。図書館から借りてきた本を小脇に抱えているが、それを開く素振りはない。ただ、目をすぼめて、白い霧の海に、浮沈する茨たちを眺めている。と、背後に忍び寄る足音を聞きつけ、ロビンは振り向いた。ロビン。ほら。影の領域に身を包んだまま、ひっそりと呼びかけてきたのはルクだ。ここら辺もあれだよな。性格めっちゃ出てる。今さっき俺話したような性格で撮るよな。この、この合間。さっきも言ったように、ルクは、暗い部分というか、ね、影の領域なわけよ。で、アベルラは光の陽の領域なのよ。けど、ロビンは、その、陰と陽の間というか、まさにこの立ち位置がしっかりしとるよね。もろいな、俺の推測は間違ってないな。珍しいね。あんたがこんなところまで登ってくるなんて。何かあった？何かがここから飛び立つのが見えたのよ。白い。鳥に似たもの。羽ばたくのではなく、翼を広げたまま滑空していたわ。ああ、なるほど、そういうことか。ここから？鳥のようなじゃなくて、鳥なんじゃないの？私は何も見てないよ。
あれだもんな、あのバラ以外作ったらダメっていう決まりがあるのに、ロビンは隠れて図書館でわーっと調べ物して、で飛行掃除作っとったんだ。はあ、そういうことか。そう、短く答えてルクはキビスを返す。その漆黒の後ろ姿が消え去るまで見送り、ロビンはふっと息を吐いた。今日はもうやめておこう。いいところだったけど。ロビンの言い分に一応の納得をした様子ではあったが、一度不審なものを見たせいで彼女はこの時計塔を意識しているはずだ。だからあれなんかな、脱出とかを計画しとるんかな。でもなんか目の輝きがそういうなんか野心はあるよな。うん、アベルラのそのなんて言うんだろう、キャナリーが話しとったけどさ、やっぱ彼女はトップに君臨しなければいけないっていうそのプレッシャーというかさ、ああいうのとは違う、なんかその心の奥底にある野心みたいなのがあるよな。うん。この後、不用意な行動を取れば敏感に反応されるだろう。ロビンは本を慎重に抱え直した。全国紙飛行機を折るのに使った紙がページの合間から滑り落ちないように。あ、紙飛行機作ったんだ。なるほどね。あ、それで終わりか。はい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 、なるほどね。わあ、面白い。この二人面白いな。アルエットの可能性。やっぱその、多分だけど、なんだろう、お世話係にキャナリーが命じられとるから、一番関わっとる時間も長いし、アルエットのことを知っとるのがキャナリーなわけだから、それにやっぱアベルラは、やっぱ対抗意識を持っとるから、うん。敵の情報を知るというか、うん。多分そういうことやろうな。あの子どうなのみたいな。だからこそのアルエットの可能性っていう感じのタイトル、サブタイトルなんやろうな。多分そうやと思う。自習の合間の息抜きにアベルラは中庭を訪れた。午後ののどかな陽光がうねり波立つ豊かな髪を黄金の本流に変える、草原の輝きに縁取られながら花壇を見て回るその姿は美の祭典を司る女神のようだ。もっともこの女神の千美眼は愛でるためではなく裁くためのみにある。成功者なりの所見を検証成功者、作成者か、作成者なりの検証を貫通してささやかな歌詞にばかり吸い付けられる。とはいえ一般生徒たちの技量は日増しに上がっている。早速金星を書いた不出来なものはほとんど見かけない。出たと思ったそばからアベルラは群を抜いてブサイクな一株を発見した。それがもうあれなんだろうな、貝なんだろうな。よりにもよってそれは特進クラスにあてがわれた一角に出現していた。周囲が美形ぞろいゆえに哀れなくらい悪目立ちしている。アベルラは思わず声を上げた。まさか。やっぱり。そのバラが不意に時計崩れ、別の形を取ったのだ。増加室で作られたものが保存され、入れ替わった瞬間だった。
おー、さっきのやつや。こんなに解像度上がったんだ。すごいね。新たな一株は最善のものと比べ物にならない完成度だった。よく見れば荒だらけではあるものの、遠目から眺める分には何の変哲もなくバラだ。まだまだ未熟ではあるけれど、でも。まあ、2回でこの解像度やからな。何も右も左も増加術もわからん、その中で2回目でこれだからな。やっぱ末恐ろしさは絶対感じとるよな。うん、やっぱり。一足飛びの目覚ましい成長。それを目の前で見せられて、アベルラーの胸はざわざわと騒いだ。これは、誰の？まさか。アルエットのバラよ。おお、キャナリーから話しかけるんだ。へえ。いつの間にかキャナリーが横に立っていた。いらぬお世話でアベルラの独り言にも律儀に答えながら。すごいわね。昨日の今日でこんなにも違うだなんて。ちょっと授業を受けただけなのにもう。おお、なるほどね。こういうね、素直に相手の実力を褒めるっていうキャナリーにもやっぱり腹立つと思うから、アベルラの場合。認めるってのはそういうことやからさ。ほら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 、キャナリーのセリフはアベルラの雑感を好意的な言い回しに変えたものだった。だからこそその素直な感銘がアベルラを苛立たせる。ずいぶんとのんきね、4位のキャナリー。もう虚勢だよね、ここまで来たら。うん、こういう子なんだろうな。こういう子なんだろうな。でもさ、一応パートナーとして、あ、やっぱいいわ。キャナリーじゃなくて、アベルラは、ユリの展開は来るんか？誰と絡むんやろ？オールロではないと思うし。あの子は確かに階段を三段飛ばしで登ったようね。それは感心。恐るべき脚力と言えるでしょう。遠からず私たち全員をごぼう抜きにしてエヴァーメイデンのトロフィーを手にするかも。むざむざとそれを許すの？キャナリー。ほらやっぱそういうことなんやろうな。なんだ？自分にも言っとるんよね、これって。だってほら、ルクの場合はさ、もしも、この子が、追いついてくるのなら、私自身が、研鑽して、さらに引き離すまでよ、みたいなことを、パッて言ってのけるけど、うん。ね。その相手に対しての嫌味とか、強がりとかじゃなくて、ルクは自分自身に問いかけるようにやっとんねんか。ね。けどやっぱアベルラの場合は、うん、どうしてもやっぱ人に対して言うっていうそのワンクッションがないと、これを独り言で言うっていうのはまずないからさ。うん、おもろいな。静かな小音がはらむホローに焼かれ、キャナリーは青白い顔をして押し黙った。やっぱりこういうことになるよな。うん、もう我の強いアベルラと自己主張があまりね、良くはないキャナリーが開示すると、もう一方的に攻め立てられることになるよな。悪いことしてないのに。悪いことしてないのに。うん。やっぱ触るものみんな傷つける女王様だな。エヴァーメイデンって言われ、アイアンメイデンだもんな。そしていつものように言葉を抱え込んだまま終わってしまうのだろうとアベルラは思ったが、お！私は自分の足元を見るだけで精一杯よ。上んな言葉ではあるが言い返してきた。
衛星の弱気を思えば随分と勇気を振り絞ったのだろう。そう、それもいいかもしれないわね。少なくとも転ばずには済むわ。お互い顔を上げた時に見える景色が楽しみね。でもどちらかといえばルクを見とるよりもね、キャナリーとかマコとかさ、どっかそこら辺の下を見ちゃってるんだよな、アベルラって。そこが多分命取りになるだろうな。おお、なるほどね。午後はあっという間に過ぎた。初めての実習はそれなりに有意義に過ごせたとアルエットは自負する。午前の授業で作った子供の粘土細工のような処女作に比べて、午後に作り直したバラは格段に出来上が良かった。もっともアルエットとしては最初のバラにも子供の粘土細工なりの面白さがあった気がして、更新時には少し寂しかった。惜しんでも仕方ないとは分かっていたものの。夕食を終え、キャナリーと共に寮へ戻る。それぞれの部屋に引き上げようとしたところで、アルエットはキャナリーを呼び止めた。キャナリー、聞いておきたいことがあって。ほら、月のものってあるじゃない？月？その…より直、漢字が読めねえ。より直接の言葉を口に仕掛けたところで、アルウェットはそれを示す用語を忘れてしまっていることに気づく。生理の話やね。あ、ごめんなさい。言葉が抜けてしまっているみたい。あれよ、あれ。月に一度、お腹が痛くなって、血が…ああ、汚れの日のこと？ああ、汚れの日って呼ばれるんだ。キャナリーはいかにも信したように返してきたが、アルエッテにとっては耳慣れない表現だった。汚れの日？ええ、そうでしょ。体内に溜め込まれた汚れが血に混じって排出される何日かのこと。ああ、そういう教えなんだ。多分、そうかしら。現象としては合っているのに、ストンと肯定できないのは、どうしようもない違和感のせいだった。汚れの日、そんな名称の、そんな意味合いを持つ日だっただろうか。それについては心配しないで。洗面所に専用のシートがあるわ。汚れの排出が始まりそうになったら、それを下着につけて。シートは使い捨てよ。汚れが染み込んだ時点で、エテルの純度が落ちてしまい、循環のコストが高くなってしまうから。もしシートが少なくなったら、私に言って、ストックのある場所まで案内するから。わかったわ。でもあれやんな。食料は数年分くらいの備蓄があるけど、それこそ40人くらいの女の子、まあアドラーは、アドラーもアドラーで、一応まだ来る年か。アドラー含めた40数人全員分のね、月、その汚れの費用のナプキンをやるとするならば、食料以上の備蓄が多分あるんだろうな。すごいな、どういう世界なんだろう。違和感を解消できないまま、アルエットは分かったふりをした。部屋に戻り、寝支度をして床に入る。朝ここで目覚めた時には、朝食の席をどう乗り切ろうかという思いで頭がいっぱいだった。いずれ突き刺さる視線に備えて、体は固くこわばっていた。けれど今は眠りを求めてひたすら
休？違う。けれど今は眠りを求めてひたすらに、わかんねえ。ベッドは柔らかくたわみ、懐かしい場所に帰ってきたかのような安らぎを与えてくれた。消灯すると、歪んだ花嫁の像が暗がりにちらついて、急に心細くなる。それでも自覚以上の疲労が睡魔を呼び、すぐに眠りへと引きずり込まれた。取り留めのない夢をいくつかさまよった気がする。現実世界に立ち返ればおかしいことだらけの筋道も辻褄もない混沌。しかしそういう夢の中ではそういうものとして成り立っている。しかし最後に訪れた夢の世界はいくつもの違和感をアルエットにもたらした。やっぱり絶対俺ルクやんな。右下にはアルエットのバラ、ベッドにはルク、椅子に座るのが誰なんだろう。椅子に座るのがアルエットって確定してない時点でちょっとなんか怖いよな。だってあの例えば椅子に座ってるのがアルエットだとしたらね、あのこのバラは私が咲かせたのよみたいな感じも伝わるじゃん。けど椅子に座ってるのがアルエットでなくてもね、このバラはアルエットが咲かせたものなのよっていうのが通用するからさ、言葉としてね。すごいなここら辺。っていうかうまくね、キャラクターの作り方とかそのカット割りというか世界観の作り方とかめちゃくちゃうまいな。うん、キャラクターの個性もそうだし、色あせざらつき、物の輪郭が誘拐した曖昧な景色に何かを乱さんとして集中していた。あれは誰？私ともう一人。映像の中のアルエットは腰に椅子にかけていた。あ、これアルエットなんだ。窓際のベッドに向かって気がかりそうな視線を投げかけている。どうやら病床を見舞っているようだ。というのはベッドの上の痛ましい気配から察せられた。でもアルエットだったら顔隠さんよな。荒い呼吸に上下する薄い胸、規則な、短鳴、規則な短鳴を響かせる喉、雪よりも青白い肌合いが高熱に茹でられて薄赤く染まっている。はあはあはあ、なるほどね。病人の正体を知った時アルエットは驚愕した。へえ、それは奇妙奇てれつが当たり前の夢の中ならばどれほどの目にあっても覚えないはずの衝撃だった。ルク、ルクがどうして？だよね。床にあえぐ様は日頃の超然とした存在感とは打って変わって弱々しい。けれど容姿ばかりは確かにルクだ。こんな場面あり得たはずがない。アルエットとルクが知り合ったのは昨日のこと。病床を見舞う機会など生まれようがないのだから。あ、目を凝らそうとした瞬間、映像は吹き散らかされる砂絵のように描き消える。アルエットの全身を包む浮遊感は目覚めの際のそれに似ていた。おや、今度はオルロだ。気がつくとアルエットは薄暗い場所にたゆたっていた。
周囲は青く陰り、遠くに淡い光が揺れる。どっか圧迫感のある静けさに、時折気泡が生まれるようなかすかな音が響く。水の中ってこと？服腰に全身を包み、ゆるゆると流動する圧力を感じる。海の中にいるかと思った。水底に沈んで、緩慢な水の流れにもてあそばれながら、あえかな月光を見つめているのかと。しかし呼吸に支障はなかった。息を吸えば大気とは明らかに違う重い手応えが口や肺に満ちるのに、少しの苦しさもない。ここは。次の瞬間、ぼやけていた視界がふっと輪郭を取り戻した。オルロ。オルロ。息がかかるほどの近くにオルロの顔があった。どうやら二人は布団に潜って内緒話をする姉妹のように寄り添って漂っていたらしい。あら、お目覚め？いえ、お眠りね。え？会話できるやん。夢の中で会話ができるってことは、意図的にここに導かれたってことか。お眠り。うん。しかも相手が寝とるってことを知っとるからな。もしかして私、夢を見ているの？里犬ね。夢の中でそうと気づけるなんて。私、さっきまで、ハルエットはたやすく手探れるはずのさっきまでをすっかり見失っていることに気づき戸惑ったけれど、その戸惑いすらも覚えたそばから薄り始めている。頭が重いせいで思考がうまく巡らない。どうして夢にあなたが出てくるのかしら。あら、ご不満？そういうわけじゃなくて、出会ったばかりであなたのことをよく知らないのに。だからかえって出しやすいんじゃない。よく知らないから何でもありだもの。多分オルロ側になんかやっとるな。オルロ側がこれなんかやっとるな。けどなんかしらばっくれとるな。そういうものかしら。あなたが私を選んだのは、あなたが貪欲だからよ。おう。貪欲？そう。一つの夜で、いくつもの夢を食べようとしている欲張りさん。そうでしょ。夢を見るのは好きだけど。早朝に会ったオルロは、学園の七不思議について語ってくれた。そのせいでアルエットの中の彼女がたくさんの物語を教えてくれる人という認識になったから、夢先案内人として選ばれたのだろうか。オルロは夢の中でもたくさんのお話をしてくれるの？あなたが望むなら、あなたが手にした種の数だけ。種？首をかしげたアルエットは、スイッと動いたオルロの指先を目で追って、それに気づいた。二人の間、何もない中空に石のかけらのような小さな多面体が並んでいる。乳白色の内側から色とりどりの柔らかな輝きを発しながら。これって。見覚えがあるはずなのに、うまく思い出せない。声を詰まらせると、オルロは指先でそれを弾いた。夢の種よ。触れれば夢が見られるわ。もっとも、ここにあるものはすべて不完全。かけらに過ぎないけれど。夢の種。
夢の中で夢を見るの？そうよ。夢の世界にあっても夢は見られるし、夢の中の夢の中にも夢があるのよ。合わせ鏡の世界のようにね。その光景を想像してアルウェットはめまいを覚える。夢の世界にはめまいもあるのかという奇妙な考えが湧いた。知りたい？さっき覗いた不思議な夢の全貌を。彼女の病と見舞うあなたと窓際の花にまつわるお話を。ええ。それならもっと種を集めてきて。そうしたらきっと小さな欠片が大きな四万になるから。アルエットはうなずいて答えたつもりだった。しかし実際は声を発するどころか首を縦に振ることさえできなかった。夢の中に似つかわしくないほどの強烈な眠気がいよいよアルエットの意識を混濁させたからだ。自分の体が水中に誘拐していくような錯覚を覚えながら、アルエットは無心の闇に飲み込まれた。ベッドの中でうんとの伸びをして、届き始めた朝の光に目を細める。上体を起こし、ひんやりとした大気に身を縮めたところで、と宣告までいたはずの眠りの世界が気にかかった。何か不思議な夢を見ていた気がする。昨日インキュナブラを使っている時に見たような身に覚えのない映像の断片と記憶をめぐると、意外なくらいあっさりと思い出すことができた。病床のルクとそれを見舞う自分、その窓辺には鮮やかな赤いバラが飾られていた。頭ではありえない光景だと分かっているけれど、心はまるで過去の思い出の中に舞い降りたかのようだとしきりに懐かしんでいた。実感と現実の乖離に首をかしげつつも、アルエットは起き出し、いやおうなしに始まる新たな一日に備えた。フエラリウムでの3日目は、昨日や一昨日よりも早く過ぎていくように感じた。単純に慣れのためだろう。これまでにキャナリーがあれこれと知識を入れてくれたおかげで、無知の壁に戸惑うことは少なかった。その余裕のためだろうか、アルエットの頭にふと浮かび上がった思いがある。昨日の夢についてルクに話してみようか。ザレ事扱いされて冷たくあしらわれるだろうと予想はついた。それでも万が一何かが得られたらという期待の方が上回る。アルエットはルクを見かけたら声をかけようと心に決め、午後の行動を開始した。